はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も、ビんン、やってまいりましょう。大使館の次の時系列ですね。晩餐ということで、おー、ボクシング、かっこいいね。お、あ、違うな。これ1、K1 か人にも終えて、ちょっとゆっくりしてるっていう時間だね。誰よ、こんな団らんの時にお電話してくるなんて、ほんと、気持ちが削がれるわ。なかなかセクシーな格好してるよね。ジョディ。 いやライアンだ。おライアンじゃ。ライアン。あのさメールは読んでくれたかなえあそ,それってどのメール ?3 日前に送ったやつだよ。あ、読んでない,いや。最近、PC の調子が悪くてメールの内容はディナーだお今夜、おしゃれなレストランで。<れ> <laughs> とにかく、もう遅いし、ま、たそれ3日前に。 作ったの今更って。ごめんなさいあ私。あもしかしてこれまたパンツ姿？この格好でいるのが好きなのかな？ねえあのそれじゃうちでディナーしようよ。誘<ん><あ>うなんてなかなか。新しい部屋を見たいって前に言ってたじゃない。なかなかめっちゃごっついいい部屋すぎる。たまに見たいだよ、ね。あ八時ごでいい？今何時なんだろう？ 6時半とかしてとか、okay. あ,あ,あれライアンって上官,上官だよね上司じゃないのかあれ恋人関係になったのかライ,ライアンだよねあのライアンだよねあの試合に連れてったライアンだよねであの厳しい訓練だから2人の上官がボコ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 芝居てくるところを後ろでなんかエ,エロい目で見つめてたあのライアンだよねあどうしようどうしようどうしようってだから PC を吹き飛ばしたのああそういうことライアン嫌いなのエイデン アンあんたには関係ない、エイデン。私のカテレジョあ、めっちゃエイデン逃げたカる。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。サ最低。何度言わせるつもり私のカテレジョンホットイデンごめっちゃいいる？<laughs> 私のわかった。すみませんすみません、そんな怒らないでください。黒黒いいあ すげーあ好きなんだえー、おーええー、おーいいじゃないですか、好きになった。あ、トイレだけっていうのがあるんだね。すごくいいねあ、フローバーが起きなく覚えてるえ,ー、えバー,バーありがとう勝手に一人で話しん,、ね、ん,んじゃない バーってあのバーのことじゃないよね。えっとなんだっけあの強姦されそうになったところのあれじゃないよね。1時間でできることをする。料理からつけて服なきゃ。よう8時ってそれで自分で言ったな九9時とか言わなくてよかったの、えっとまずできることから。はい。か,からつけからつけからつけ,からつけ。まずまず,まずピ,ピザを窓から投げ捨てます。おお。勝手に進めてくれる。これでゴミ箱はキッチン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 。 キッチンはここちらへキッチンと捨てますこれだね一人暮らしでこんな広い部屋か。さすがにちょっと広い家は好きだけど、ここまで広すぎると、一人でいるのはきついな。なんとか1時間で作れるものを探しなきゃ 1>, 1時間で作れるものじゃなくて、15分くらいで作って、あとシャワー浴びて、体きれいきれいにしていつ、いつまでも、いつでも襲われる格好しておとないとチンジャロースは確かに簡単ですよ。野菜切って、もと混ぜて。 チキンカレーと野菜グリルかこれは時間かかる。いいか。時間かかりそうだけど。いいでも作れそう、まあ。確かに出されたら、チンジャオロースやら押されてるい <laughs> まあでもこんなんでもいいかもしれないけどね。まあ、でもさっきピザ食ってた、ね。オースじゃないけど、準備はいらないし簡単だし、うん。オリーブ。でもありか。頼んでる間に、なんだけど、ここはあえてやっぱ手料理で攻めたい。<す>チンジャオロースにしょチンジャオロース。 エキゾチックな感じだしただ、二人のディナーとして、失敗しなけければだどどうかっていうところはあるけどね。どえ食事に、あ、しかも、あしまったそうだよ、やっちまった。おいしいワイン持ってくって言って、ワインで、ワインでチンジャオロースはねえわ。うわやり直して、ミスったな。パプリカ、裸で入れてんのか、普通のところに。まあいいけど。チンジャオロースかっていうのはいいけどさ。 よう具材あったよええええ,えなんでエイデンそんな怒ってんのエイデン向きが逆よありがとうエイデン向き逆だったけどあれそのまま向かってきたら終わってたよねあれちょっと待ってこれパプリカじゃないなトマトえトマトパプリカにトマトは入れ…あ、違う違う違うチンジャオロセにトマトは入れんじゃん玉ねぎ 玉ねぎってえ玉ねぎってチンジャオロース入れますピーマンパプリカあとひき肉とかなら分かるけどえっ白玉ねぎ入れるんだへえー、で続きましてここまではオッケー次何入れるんだっけえ でまた本読んで、あれか。何を入れるか。あ、何で炒めるか。中華鍋。中華鍋はどこ鍋下かな大きいの下だよね。え、違うの上だった。しまった。これ、何もしないまま8時になっちゃうっていうパターンもあるのかな。ああ、台を出さないと、台じゃないや。椅子を、椅子を持ってかないと、届かないんだね。 そこら辺がなんかちょっとね、かわいらしい感じがするよね。なんか、やっぱり、男なんで、ちょいちょい気になる部分が気になるよね。中華鍋なのかそれは。なんか違うああ、でもまあ一応ボール型だから、中華鍋ちょ、中華鍋なのか。あ、ちょ、まず火つけないといけない。中華鍋と、あ、中華鍋じゃん。チンジャオロースとか、ホイコーローとか、あとマーボーナス。 は、あの、すごい作るのが好きで、好きというか、まあクックドゥだからね、作るもクソもないんだけど、あの、野菜切って炒めて、まぁ、元混ぜりゃ出来上がるから、クックドゥのそれがまたうまいのよ。ちょっと待って、今、玉ねぎふわって浮かなかった。今 <laughs>、一緒さ、ふわって、ふわふわって浮いたねやば。で、えー、っと、塩、コショウはかけた方がいい。生姜はどうだろう。生姜好みかなー あ一旦これはもうこれでいいで塩も一振り生姜生姜はいらないんじゃないか、うん、これでうまいかどうかかわかるんだよねでこれでほいああ全然上に上がってないけど大丈夫でこれがそのチンジャオロースのモーになのかなおお、あっやらかした 料理って結構楽しいかもこういうのをさだってナイフ持ってるんだったらライアン絶対気に入るエイデンもなんかそういう料理とかってやってくれないのかなえっと違う違う違う違違うう時間がないんだよ時間がないんだよね時間の無駄だよエイデン絶対にライアンに会うんだからああそういうことを勝手にされてるあれ来ちゃったやば もう来たの早っまだ7時半じゃん今行くえちょっと待ってこんなさおパンツ姿じゃ会えないよなんかちょっと着替えないの着替え急ぎ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 えー、っと着替えなんかないの着替ええちょっとズボンズボンこんなパッお,おパンツで会えないよなんてはしたない女の子だって思われちゃうなんてしりがるな女だって思われちゃうよ あれちょっと待ってえこのまま出ていくことになるのマジでえー、それはちょっと避けたいでゴンスちょっと待ってたんかほんになんかないの本当になんかない,の本当になんかないあないんだ出ていくしかないんだへえ大胆もう今すぐ玄関で襲ってみたいな感じになってるけどいいのこれもうやる気満々の女の子って感じだよねあれちゃうなるほど そういういことかエイデンがピンポンを押して邪魔したんやなおかげさまで5分経っている最高エイデンそういうことねちょっとょさすがにさこの格好で出すっていうのがさちょっとそれはエイデンよろしくないよい,いろんな意味でよろしくないよ これライアンじゃなかったら、ちょっと開けてよ。ああ、ね、ちょっとコマンドが難しい。開けてくれた。あれ離れすぎると、確かなんかあれ、話出るとかって言ってたけど、そうでもないんだね。これでどのくらい時間無駄にした 15秒がなんかねえ、5分みたいな世界だけど、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面かよ。ねえ、1分が1時間の世界だよね、あそこはね。精神と時の部屋、ドラゴンボールみたいなのかな。あ、あと15分しかないやん。えっと、とりあえずズボン履いて、あれあ,あ、違うわ。片手物か洗面所のバスケット。洗面所のバスケットはボールでゴールで2点、こっち。 あなたの服装はどうするのあシャワー浴びよシャワーを浴びないとあまた皆さんあー残念あノーブラだったんですかあーそうそれはねお色気シーンは <laughs>、まあ、なんかおお多いなシャワー浴びるシーン23パートくらい前にも確か出してた気がするけどあセクシーシーン あれゴム取らなくていいのいいんだうわー絶妙なところにタオルがあって見れないね。残念。はい、お色気シーン。 終了ああそこはさガラスにさ映るべきものが映ってないといけないじゃないですかおおおしえない残念あ <laughs> 上あっだな制作者さんこつ絶妙に見せないところがドライヤーはいいのかなんかあれだバイオシックスのシェリーみたいに見えそうで見えないっていうこう感じだよね上手だなおああこれはあれか裏だね プロ好きだね。え待って、この格好でウロウロすんのちょっとサムネイル用で撮っとく。この格好だった。えなんて書いてあるのハブえんてあいつはいらない。僕は You don't need him.You have.You have ん have とかまでしか見れなかった。どうしてわからないのうーんってことは、これはエイデンは男だっていうことが分かったってことね。 なんか映え,映える感じで。あ、夜景にメ、メールボックス、えもう来てるかなみたいな。まだ来てないよね。これでも CIA であんだけ特殊訓練を受けたのに、あんましお腹閉まってる感じはしないよね。まあまあ,まあなくびれはあるけど。ああ、なんかいい感じ。でもなんかアメリカ、なんか暗いな。 アメリカ、まあ僕、ロスしか行ったことないから知らないんだけど、高層ビルがあるっていうような印象はあんまりないな。うん。まあ土地が広大だから高いビルにね、持っていく必要はないけど、クール、セクシー、いや、ここはやっぱセクシーで攻めようなエレガントにしても、年下だから、なんか背伸びしてるなーくらいしか、私のこと、襲ってくれるかしら。どうなんだろうね。 女性としてはやっぱりうも違う家に呼ぶってことは、あの、え、何ス,スケブラか何かですかああ、取り返しの違いた,かった確。確かにあの、エイデンがいることを知ってたら、なんかね、あの、 あれだよね残念ながらなんかちょっともうエイデンいないですよ男と女の行為を目の前でやるのってちょっとやりづらいよねイチャイチャするのあれちょっと待って靴下は履かなくていいのか,かこれセクシーなのどっちかってラフな格好な感じが<は>気がするけどオッケー本棚ない本棚はこれじゃないのかあれ本棚はこれじゃない だよねよ両方どっちからでも取れる本だなっていうでこれ椅子はそうだよね下ろさないといけないよねそろそろ温め直しとかないとまあでも来てからでいいのかえでも弱火であ弱火どうだろうななんかちょっとムードのある音楽かけないああそういうことか ムードなら音楽かけたいんだけどな。ジャズとかクラシックとか。あ、まあ、でも雰囲気的なジャズがいいかな。で、あと、用意するものといえば、えー、女の気持ちになってみないとあれだよね。ああ、なるほどね。アロマキャンドル炊く感じか。えぇ、ー、おしゃれだね。これが闇の組織だったら、あの、話を聞いたらそこを指でジュって止めるっていう。 う<あ> <laughs> んホン笑えないエイデンだよねエイデンの正体いつかわかるのかなこれでまた消すのかなすてすごくロマンチック <laughs> あなるほどな、ね、このちょっとその袖のフリフリ感がこうセクシーっていう印象を与えようとしてるっていう感じなのかなあと料理は出来上がった いいるるしあと何がいるんだろう今何分もうあと5分くらいで来る。8時ぴったり。じゃあ、えあれ ?8 時35分になってると。全然来ないじゃん。あは。じゃっ待って、今。スーファミみたいなリモコンがあったと。え、これ2013年のゲームだよね。プレスト4もあったんじゃないかっていうか、8時半なのに来ないけど。 テレビでも見るべきだったね。もう一回座れないかな。あ、座れるね。あ、ちょ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 。女の子がさ、男を待つ格好じゃねえよな、これな。じゃあ、とりあえずテレビでもつけて待ってるか。NBA でもやってないかな。チャンネルチェンジ。え違うわ。あ、消したのか。えあれちょっと待って。ライアン来なくね 晩さんってタイトルだったよね。じゃあ、ライアン来るんじゃないか。あ,あ、来た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 。遅っ。女性を待たせるなんて最低で動かすよ。本当に。よし、じゃあちょっと玄関迎えに行こう。ちょっともうす、ここに来るまでに何かえ。めっちゃキョロキョロしてるけど、大丈夫このまま迎え入れて大丈夫かっていう感じか。エイデン、お行儀よくね。 ラジャーでございます真剣なんだからお願いお任せあれ。お嬢様を苦しませるようなことは一切いたしません。どうも <laughs> あ2001年のシャトー・マルゴー。いい年だって、店員が言ってて。どうもありがとう。なんかさ、<laughs> 前回パートで見たライアンと同じキャラかどうかっていうのがちょっとなんかわからない感じがするね。どうなんだろうこれ、ほ、ほ、本人ですか大丈夫だよね。座って。 あれ持ってくるあいいね。チンジャーロースには合うのかなワインって、私で。ああおぉびっくりした。いい部屋だね。そうなの<え> <laughs> そう、ありがとう。一人で暮らすには十分すぎるよね。言うこと聞いて <laughs> ライアンはさすがにエイデンのこと知ってるよね。 だって、ね、そういう仲だもんね。一応上司に当たるんだよね。上司なのか先輩なのかわかんないけど。え火かけっぱなしだけど大丈夫弱火だよね、当然。大丈夫かなよし、じゃあいい夜にしましょう。いいうん、私が。そうか。 これであパンツ見えてるよちゃんとあの色気あるパンティーにしたんでしょうねあの勝負勝負下着ってやついや <laughs> あー鼻がぐったぐッダだったありがとう <laughs> いい感じ新生活に乾杯新生活に <laughs> 何かにっていうのがこうアメリカいつ引っ越したのえっと週間前 局が見つけてくれたの家具も最初からついてて邪魔しちゃう実は私これが初めてなの会話を聞いてからだな一人暮らしは慣れるまでかかりそうだけどいろいろこれなんだあ、あお盆かあなたはどの辺に住んでるのああ、町の外れに住んでるダイヤだよね小さいけど庭もあって静かなとこだよそうだねこの町で育ったのに連れてった。いや、生まれは俺もんだ 今も両親と弟がいる。十六、えー、の時に家を出た。十六。そう。私の方がまだ。それって。してもしかして追い出されたの。えー、お。出たーでもここでエイデンとは言えないもんね。追い出されたのかな。一回やっちゃうとあれなんだね。あ<の>黙っちゃった二人とも。ごめんなさいどうして cia に入ったの。そうだよね。 大学を卒業後、何の目標もなくってさ、ああ他になんかできることはない。いろいろやった,やった旅も冒険も <laughs> どれも自分には向いてないと思った。でも CIA に誘われた時はこれだって思った。近かった。近お、CIA。あ、よかった。二人の邪魔をしつつに住んだね。そうだ。料理見てこなきゃ。ほら。 私料理ってかなり初心者だし <laughs> 大丈夫気にしなくていいよ手伝ううんでももっとワインがあったら嬉しいかもおそうか酒の力に勢い任せて一気に2人の中を加速させていきましょうって感じかなそのまま出すんかあ,あ,あーなるほど取り分けるってことかああそういうことでジンジャーロース うん、珍しいよね<あ>中学に行ってるとき大好きになるうそうかさっき世界中旅するって言ってたもんねもあまり期待しないでねまあそれは本場のと比べたらな料理をしたのは人生で2回目とかだしマジか1回目は話したくないくらい <laughs> なかなか愛嬌があっていいじゃないですかあでもそれはそのままのだなんかちょっと取り分ける小皿を自体も用意した方が良かったと思うけ、ん、ど美味しいよあ良かった <laughs> 塩と胡椒を一振りで良かったねかった 一緒に働くようになって2年経つけど、君は謎だらけだ。謎な<か>いあの、そんなに話すことがないから。<ん> DPA の施設で両親と暮らしてて、それで、えとその後は姉さんと。えとあとはよく知ってるでしょう。ご両親とはたまに会うのあ、パソコンくらいだったらあれかな。いや、もう会ってないでしょ。うん、会うことない。 ね、怖がってたし、私が他のこと違うからああ。そうだよね。だから。あなんかいろいろいたずらができちゃうんだな。こうやってどうする？やっちゃう。呼べるのは姉さんの。パソコンくらいだけ。エイデンのことも教えてくれた。エイデンのこと。知ってるは知ってる。自分に向き合って受け入れることも。じゃパソコンくらい,い。大変なこともあるけど。<ん>でも進歩してる。姉さんは君とエイデンのリンクについて説明してくれた。ううん。 でもちょっとこの会話が聞きたいんだよなまりインフラワールドのことはいろいろ解明してたけどインフラワールドなんだそれインフラワールドエイデンのことはあんまりエイデンも分かっていないの自分が誰なのかそれはそうだよ一体何なのかエイデン自身がそれを知今も。いるわけはないもんなもここにいるの会話を聞いてるそうがっつり聞いております、うん、めっちゃのみ聞きしてますいつもそばにいる 何な二人の間を引き裂こうと頑張ってます。暗躍してます。ね自分はどうなのこっちに家族はいや、両親はまだオレゴンにいる。お<う>あまり合わないようにしてるんだ。<え>うん、なんで思い出されたんだっけ。あれ違うな。あなたは。なんでそんな結婚はしてるのそれともいや。いや、ただ、してたことはある。あ、そうなんだ。前の妻とは別れてそろそろ。 2> 2年になるなるんかバツイチなんだ。うあまく聞かなくて、結局ダメカなののカップルは分かる、ね。いい思い出もあるけど、別に今自分の一なんだ。にしたんだ昔はなんか30%ト<は>そんなんで聞いてたけど。気になる人はあなたよ。そのさあ、バツが,がいるから。あ、違う、違うんだ、違うんだよ。こっちの世界には <laughs> そうだね。それ現実世界の話をしないと。 あなたいつもエーデンが人を寄せつけないから。恋愛ができなてそれとも私自身がかな、うん、きっと私は多分そうだと思うよ。好かれるには変わりすぎてるの。いやー、性格的に変わってるかどうか。どかおっと、あそうお手でつないだことによってちょっと関係なくね。なんかやばい気がするけど。ああ。ああ でもあーしたあーよかった結ばれたそしてそのままあらぬところへテッテが行ってお互いにキスはチンジャオロースの味がするあれちょっと待ってこれさいやい,いいよいいよいいんだけどあのうんおとなのス の時間になってもらって、全然構わないんですけど、これエイデン見ているし。大丈夫かな、このまま。まあ、雰囲気に流されることも大事だよね。キスはチンジャオロースな時代ね。さあ、皆さん、お待ちかねのアダルティーな時間でございます。雰囲気をぶち壊されるために、私は。一旦ダメや,やめて。あれ、どうした。<ん>ごめん。でも、あなたの。あなたのせいじゃないの。ああ、残念でしたね、皆さん。ちょ、ちょっといい。 なんか、あのボタンを外すとこくらいまで行って欲しかった気がするけど、残念。まあちょっとずつ、ちょっとずつにほどきをしたいところだけど、行きりたった息子をどうしてくれるんだっていうところだよね。最近、こういうシーンが多いからさこのゲーム。あー、やることやれないから行っちゃう男こういう時にそっとそばに行ってやれる男じゃないと、ちょっとパートナーとしては難しいんじゃないですかね。 そうそうそうとか、ことが済んだ後にこうあのに、ー、女性が眠るまで起きて頭を撫でてあげるとか、あるいはまあ一緒に寝てあげるとか、先に寝るなんて言語道断だからねっていう、そういう話をしてたら終わっちゃった。<笑><笑>そっか。あ、結構、皆さん優しいっすね。あ,のあ、えライアンと夜を過ごすっていう。 結末もあったんだはあ。にゃるほど。わあ、ちょっとこれ、個人的に夜過ごしたパートも見てみたいなと思うんで、ちょっと裏でやっちゃおうと。<laughs> やっぱ、無不不な展開はね、個人的に好きなんでね、<laughs> もう健全な男性ですから。はい。ということで、ああ、皆さん、優しいね、ちゃんとほっとったんだね、左下ね。うん。ということでね、えー、ライアントの中、今後どうなっていくのかっていうのも、えー、楽しみな。 ところではありますがと以上とさせていただきます。ではまた次回お会いしましょう。バイチャ